はい、どうも皆さんおはようございます。パンケーキと申します。はあ、今日はね、今ちょっと7時56分、まあもうすぐ8時になりそうなんですけど、まあ普段休日こんな早起きすることはないんですけどね、まあ、ガチマッチやっていきます。はい、マッチングしました。ここ不遇のエリアか。昨日ね、ちょっと交流会行って、ちょっとに行って気づいたことがあって、ダイナモ、僕の他のダイナモ使う人って結構上手い人、エイム僕より下向きなんですよね、エイムが。このぐらいかな、このぐらいで振ってるんですよね。僕結構なんかこんな感じで振ってるから、それで多分エム合ってないのかな。エムの合わせ方もうちょい勉強します。フライムやべ、ナイス。抜けただけだった。ナイス。一人回線落ちるけどね、ゼロゼロっていう回線落ちるけど。寿司がロンガロンスピナー、やばない？相手の編成、編成的にこっちはきついから、どうしよう。いやー、しかもどっちのゴーニーも、どっちのガロンもシールドの方か。さあ止まらね、いや、マジか。今の死んじゃダメなとこだな。ゴーニーが詰めてくるってことを予測して、もうちょい引いとかないとダメだった。ナイス。ナイス。おーっと、もう一枚来てんのか。危な。よいしょ。今の3発目でやれたのか。ダイナモの判定って本当に分かりづらいですよね。2発目で死んでくるのか、3発当てないと死んでくんないのかっていうところは結構違うし。うわぁ、なんか来てた。え？黒？いる。じゃあ誰のダイオウだったんだ今の。誰いたっけ？あ、スピナーか。スピナーのダイオウか。それもあるね。うん、一定だけで勝てる、これ。ナイスー。いや、よかった。味方がちゃんと落としてくれたから。誰が強かったんだろう。あ、寿司が強い。ありがとうございます。お、3回連続破局。箱フグ倉庫か。箱フグ倉庫ね。
チートはダメだよ。いいこと言うね、君。チートはダメだよ。相手の編成見るの忘れてた。あ、じゃあいいのに。いやー、もう一回フェイントを入れてから入るべきだったな、今の。あ、オールダウン、神からの味方。おっと、スピナーが武器。ナイスメガホン。何お前、煽ったあげくやられるとか、チートはダメだよとか言いながら気持ち悪いなこいつ。もう前向かよ。ナイス。何こいつ、気持ち悪い気持ち悪い。こいつ、なんなんこいつ、なんなんこいつ、気持ち悪いんだけど。一応 ID 控えとくか。いや、行って、ナイスナイス、勝っていく。でもこのチートはダメだよって人、せっかくいいこと言ってるのになんか行動気持ち悪いんだけど、なんなんこの人。